こんにちは、フジップリンです。フジップリンビジネス通信はビジネスから自由に人生を変え続ける人を応援するラジオ番組です。働き方や生き方の気づき、思い出し笑いをしたくなるようなくだらないエピソードまで何か一つでも持ち帰ってもらえたら嬉しいです。今週も始まりました、フジップリンビジネス通信です。この番組はユーシード株式会社、株式会社アクラの提供でお送りいたします。僕の座右の銘は自由実現なんですけれども、自由の言うは遊ぶという字を使っています。この番組ではそんな自由な働き方、自由な生き方をしているゲストを紹介していきます。ということで、今週はですね、先週に引き続き、僕のブログの先生、ブログ集客の専門家、来客メディアコンサルタントの佐藤明さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、先週に引き続きなので、先週はブログ集客の専門家ってどんな仕事をしているのかみたいなことを、ね、伝えたかったんですけど、伝えきれたんですかね難しいじゃないですか。そうですよね。多分ご自身の仕事を紹介するって言っても難しいですよね。なんて説明するのか。そうですね、僕の家族も僕何やってるかって具体的には知らないですから把握しきれてないんですよなんかやってるよね、お客様いてみたいな認識でしかないです。はい、はい、そうですよね、はい、なんて説明するんですか。例えばビジネス交流会みたいなところとか知らない方とかだった。そうですか。そういうのとかであれば、あった時ですか、はい、ホームページとかブログの作ったり運用する方法を教えてますっていう伝え方にしてます。相手そうですよね、はいはい、でも本当は、僕なんかからしてみたらそれ歯がよくって、はい、そのやっぱりそのあのそれは箱を作る話 で、そうですね、本当はそのクライアントさんのこう悩みだとか、そのやっぱコンサルタントのところが本当はめちゃくちゃうまいわけで、ありがとうございます、はい、そこをね、なんとか。これ僕と佐藤さんは実はですね、マーチャントクラブというビジネスコミュニティで一緒にいて、はい、でそこのメンバーとかも知らないんですよね。だから僕それはこう会う人にみんなに言ってるんですけど、そのブログの専門家ね、箱を作るプロって思うかもしれないけど、そうじゃなくて、そのクライアントさんに向き合ってそれをなんかこう整理して何が最適かっていうのをね、ホワイトボード使ってあるんですよ。それがうまいんですよ。いつもおっしゃいますね。そう、ホワイトボードをね、本当はね、ここでもあのホワイトボード使ってなんかやってほしいぐらいですねですよね。あれ普段はもうやっぱりあのクライアントさんと会うと、あのやっぱり相変わらず同じように僕もやってもらったみたいにあのやってるんですか。そうですね、基本的にはやはり何やりたいかっていうところから、うんうん、やっぱ逆算するっていうので、情報整理から始めてっていうので、はいはい、今何やってますね、ご自宅の、でもあれですよね、今事務所にも来ていただいたりとか。そうですね、はい、事務所に来れる方であれば、はい、もう事務所でそこでホワイトボード使ったりとか、それこそお話ししていてっていうのでやってますね。今コロナで確かにこう、ズーム、ほら企業とかね、会社に勤められてる方とかはみんなそういう風になっていってますけど、はい、実際にこう我々の仕事ってこうクライアントさんと向き合う時にこうあのお互いが嫌じゃなければ、はい、あのこう必要な、ね、そのちゃんと対策した上でですけど、はい、やっぱりリアルであった方が仕事ってスムーズじゃないですか。そうですね、やはりその言葉とかだけではなくって、はい、うん、その方の細かな表情でしたり、うんうん、あとはそのいろんなやっぱ体出るんですよね、そういうのって雰囲気的なところとか服装とかでもいろんなところで出るので、はい、やっぱりそういうのでいろいろと汲み取った上でお互いにお話ししていった方が、やっぱり最終的にもっと深いところまで話できますので、はい、すごくお仕事として双方やっぱ進めやすくなりますよね。そうですよね、はい、あのこれがやっぱりこうネットビジネスでブログの集客か、ブログ集客の専門家っていうと、おそらく皆さんイメージするのはやっぱりこうオンラインで全部済んじゃうじゃないか、はい、あのね、というイメージだと思うんですけど、実際は結構違いますよね。やられてることは結構本当に向き合って、どっちかというと人に会っちゃった方がいいっていう感じですもんね。そうですね、ほとんどオンラインだった時期も、特にね、その緊急事態宣言とかそういった時期とかはもちろんずっとそういうふうにはしてはいるわけなんですけども、うん、やっぱり会った方がよりよくやっぱなるっていうのはすごく多いですね、うん、これは僕はね、すごいあのご本人はもう当たり前のようにやってることなんですけど、結構すごい素晴らしいサービスなんじゃないかなと思って。ありがとうございます、はい、僕もあの教えていただいたね、クライアントの一人としてなんですけど、当時はあれですよね、あの
まあ、ズームでもいいけど会ってもいいしどっちか好きな方選んでよみたいな そうですね、そんな人いますみたいな ね、誰に対、まあ、それは もちろんコロナのもっと前ですけど、はい、ね、そんなぐらいのスタンスなので逆に伝わるんじゃ、だからこうコンサルティングとかそういうのがうまいんじゃないのかなと思うんですよね。そうですね、やっぱり関わる以上、その例えば契約期間が3ヶ月だとしても、はい、なんかなるべくやっぱそこの3ヶ月であれば、うん、その間関わってよかったなってやっぱ双方を思いたいなっていうのはすごくあるんですよね。そうですね、そうですね。なのでそのためにできること最大限何ができるかなってときに、うん、やっぱりオンラインで収まりきらないこととかもあったりするので、はい、場合によっては例えばその普通にお話をしているだけであれば話題には上がってこないんだけど、うん、ちょっと飲むことによって、うん、そこからいや実を言うととか、うん、いろんなところとかが出てきたりとかっていうところで、うん、初めて話すのことっていうのはやっぱり少なからずあったりするわけじゃないですか、はいはい、なのでそういう意味でもじゃあ一緒にちょっとご飯どうですかとか、うん、なるべくそういったところでなんか心地よくなんていうんですかね、その期間一緒に過ごせるようにっていったところはいつも考えるようにはしてます。うんうん、ああいいですね。なんかこれこういうのはもうみんなほら知る由もないじゃないですか。こういう一面って、まあまあ、本人も言わないで、ね、言わないですけど、ね、はい、これを僕はねぜひねこう来ていただいたらね皆さんに伝えたいなと思って。ありがとうございます。まあ、事務所にもですね佐藤さんが書いてるあの著書がですねアップブログっていう本があるんですけど、そのもうアップブログ軍団みたいな、なんかそのクライアントさんが3人ぐらいいてですね、そのなんかああまたあの人たちね来てるみたいなね、そのなんかやっぱり実際にでもああいう人たちはやっぱり会って話することでどん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 こうやっぱり整理されていきますもんね、会うことあね、こう仕事にやりやすくなりますもんね。そうですね、うん、結構やっぱり来る前に比べて、はい、頭の中整理できましたとか、はい、やっぱそういうお話をされているとやっぱすごくあ良かったなと思いますね。あのアップブログ軍団は何やってるんですか。なんか仕事の事例としてなんかこうほら皆さんどんなことをなんていうんですかね、どんな仕事の内容、そういう意味じゃなんか事例とかあったら教えてもらいたいです。こんな結果が出ますよとか、あこれまでにですか。そう、これまでのもクライアントの方でってことですよね。そうですね、まあ、いろんなのありますけれども、うん、例えば分かりやすいところで言うとテレビの出演決まってっていうので、はい、あニュース番組出たっていう方もいますし、はい、あとは、まあ、僕もそうだったんですけども出版のオファー、商業出版のっていうところでオファーが来たりとか、うん、あ僕もだそうですよね、意外に多いんですよ、まあ、でも自分もそうですよ、はい、自分もあのフジプリ通信 の公式サイトを見てね、お話いただきました。そうなんですよ、意外にそのブログだとかホームページってなるとなんか自社の商品だけとかっていうイメージ持たれる方多いんですけども、うん、はい、そういうところではなくて意外なところからお仕事が、うん、例えば行政の方から相談来たりとか、あそうですよ、ね、全然ありますし、あとはどこかでコミュニティビジネスコミュニティとかやられてる方とかって、うん、やっぱり実業とかでもいっぱいいらっしゃるじゃないですか、はい、組合とか、うん、でそういったところからちょっと実を言うとこういうことで今悩んでるので、うん、今度ここで講義をやってもらえないかとか、うん、というところでそれこそ大きな企業さんからとか、はい、っていうので話来たりとかっていうところで売上アップ以外なところでも僕それ副産物って呼んでるんですけども、そういったものでいろいろなものが実を言うと得られるっていうのは結構実例としてありますね、まあ、ありますね、はい、まあ、僕も自分自身でもやっぱり書籍の話をいただいたのもそうですし、例えば、まあ、広告を出してくれるとかね、そういうのも細かいことですけどね、そういうのもやっぱりこうしっかり公式サイトがしっかりしてるとその分だけこう見ていただけるっていうね。そうですね、意外に結構見てくださる方やっぱ細かいところまで見てくださってるんですよね。そういうところのなんか設計とかまでやっぱり結構相談されて皆さんアドバイスとかしてる感じでなんですか、普段クライアントさんとかには。そうですね、なのでやっぱり一番大切なのは情報可視化っていったところになるので、じゃあどういうそれこそシステム的なところだけではなくって、はい、どういう作りにしていくのかっていうところと、あと目に見えて視覚的に入ってくる情報でどういう印象を与えるのかっていうところやっぱすごく意識するので、はい、そのために言葉何をどこにどう使おうとか、うん、やっぱそういったこととかを一緒に考えたりとか、まあ、僕の方でもこうやって提案はさせていただくことあるんですけども、はい、基本的にはやっぱり答えっていうのは僕はその相手にあるというふうに僕は考えているので、はい、それを引き出すためにどうするのか、いいのかっていうところでいつも対話をするっていうようにしてます、うんうんうん、そうですよね、選択肢を持ってもらわないと結局何もないのと一緒になっちゃうんで、そうですね、いやこれはねやっぱりこうおかげさまで自分も
何年かずっと見てもらったおかげでですね、こう、まあ、直接的なこうあのブログとかあの公式サイトをいじったりとかはしないですけど、アドバイスとかは今もあのすることもありまして、あの、はい、やっぱり教わったことをやっぱりね伝えてますよ。あのだからもうあのこの間僕があのあの以前勤めていた工場に遊びに行った話したじゃないですか、はい、でそうするとそこの会社のホームページはあのちゃんとあるんですよ、はい、なんですけど情報全くないんですよ、はい、極端に言うと、まあ、今皆さんいろんな会社そうだと思うんですけど、まあ、会社名があって連絡先とかアクセスとかあるんですけど、じゃあこの会社何が得意なのとか、はい、なんか綺麗ななんか取り扱ってる何こんな商品みたいなのは出てるんですけど、じゃあそれあだから何みたい な, なんかその写真が載ってるだけみたいな、ね、はい、そこでやっぱりこう体裁なんかどうでもいいんで、そのやっぱりこうじゃあこれを商品は何に使われてるものでどのくらい生産できるのかとか、はい、あとそういう何ていうんですか、ここの会社の強みみたいな文章がやっぱりない、はい、あと例えばあの僕の業界って、まあ、メッキ職人だったんですけど、はい、あの、あの人材が確保できない、はい、そうなんですね、はい、でそれは 3K って昔は言われたかもしれないですけど、でもやっぱり頑張った人にはちゃんとその会社は、残業代ちゃんと出ますし、はい、有給休暇もちゃんとしてますし、はい、例えばお弁当なんかも、まあ、200円とか払うとちゃんと補助があったりとか、それ全部本当はあのすごくプラスじゃないですか、手厚いですね、手厚いですよね、はい、今のね世の中で、だそういう例えばそれも本当だったら入れ込んだ方が絶対いいですし、僕が多分、ね、僕が逆にその会社で多分当時の佐藤さんにね、なんかこれどうしたらいいですかねとか、人材これどうやったら募集したらいいですかねって言ったら、多分なんかもう即座にいろんな手段があると思うんですよね。はい、だからやっぱりそういった使い方ですよね、本当にね。うん、そうですね。なんかちなみに今の人材不足で困ってる方とかなんかアドバイスできます？いや実際見てみないと何とも言えないですけどね無茶ぶりですけど無茶ぶりすぎですよ、まさかそれ来ると思わなかったですけど、でも何がいいんですかね、こうじゃあやっぱり働きたいと思ってもらえるっていうところなので、うんうん、まあその業種的に何でもいいやっていう方は当然ながら対象にはできないじゃないですか。そうですね、なので、はい、例えばその工場勤務をしていた経験があるから、うん、同じような工場で働けないかなっていう方に向けてやるのであれば、はい、そういう方たちってどういう職場だったらとか、どういう条件だったら一回ここ面接とかしてみようかなと思うかなっていうところ、お問い合わせしてみようかな。そうですそうです、はいはい、うん、なのでその辺をやはり情報を分かりやすく、はい、出していくっていうのが一番いいかなというふうに今この瞬間だけですけども言えるのかなと思いますね。それはだからきっとあの普通は書いてしまうのが、なんかあのハローワークとかに書いてるような給料だけしか書いてないとか勤務時間しか書いてないとかではなくて、もっと細かくあれですよね、このちゃんと想像できるよう なんか、そうですね、そこですよね、はい、やっぱり今例えばなんですけども、よくそのアルバイトとかの求人のやつで、はい、その職場の雰囲気を動画で投稿してくださいっていうコンテストとあるところやってたりとかっていうのがあったんですけども、はい、今って結局何かっていうと職場のやっぱり雰囲気を知りたいとか、うん、自分がそこに身を置いたらどうなるのかっていう、はい、その給料っていうその賃金的以外なところをやっぱりすごく知りたがっている傾向が、うん、強いんですよ、うんうん、なのでやっぱりそういう意味で休憩室はこうなっていますとか、休憩室とかね、はい、そうですよね、そういうのとかも出した方がいいですし、うん、それこそ長年働かれてる方とかのやっぱり声っていうので、うん、うちここ働きやすいから来なよとか、うん、そういうような言葉とかが入っててもいいのかなと思いますよね。いやいいですね、結局今みたいな感じで進めていくわけですよねそうですね、そのね、そのこれがだからやっぱりこうあの型に定型文ではなくて、そういった型にはまったなんか、ね、お問い合わせフォーム作っておきましょうとか、そういうことではなくて、やっぱその会社クライアントさんに合ったアドバイスとかに、ね、どんどんなっていくんだと思うんですよね、はいはい、こうやっぱり可視化っていうことですけど大事ですよね、その見えるように、ね、しておくっていうのは、ね、そうですね、はい、僕本当にだからもったいないなと思って、あのでも当時はまあ、本当に、まあ、僕のこと知ってるからあれですけど、あの本当にもうパソコンのパの字もわからない、なんか本当にこう全く何もわからない状態だったので、だから当時の自分とそのこの間遊びに行った時に、ああ本当だったらこのホームページこんな風にいじったらいいのになとかね、はい、そういうのが、ね、やっぱり思い浮かぶようになっただけでも、なんか随分なんかいろんなこと教わったんだなってね、
すごいですよね。そうやってパッと見た瞬間にそう思えるってことは、はい、やっぱりそれだけ自分の中で力がついてるってことですもんね。いやまあでもね、それを教えていただいたんですけど、ね、ありがとうございます。なんかあります、そういう事例とかでもっとなんか、はい、そうですね、はい、面白いろいろな実例はありますけれども、はい、例えばですけど、はい、まあ、そのインスタグラムのお話で言うと、はいはい、まあ、今インスタグラムって、まあ、いろんな業界の方がやっぱり参入されてて、はい、で今年の5月くらいから、うん、地図の検索機能が実装されたりとかっていうところで、うん、インスタすごいぞと、はい、もっとやらなくちゃいけないぞっていう流れになってきてはいるんですけれども、はい、あれって別に先ほどのお話じゃないですけど、全部が全部やる必要性っていうのは全然ないんですよね、はい、結局のところそれこそその業界的にそれをそのインスタグラムをきっかけにそれを知るのかどうかっていうところ、うん、あとそれを知った時にそこから問い合わせする層がそもそも見ているのかどうかっていうところになってくるのでそういうのもあって僕の方でもうそれいいですと、うん、それやらなくていいですっていうので、それこそまあ歯医者さんなんですけれども、うん、インスタ結構多いんですよ最近、歯医者さんすごい増えてるんですね、その歯の矯正とかそういうので結構やってて、もちろんそれで集客できてるところはあるんですけれども、うん、今からやるってなるとやっぱすごく大変なんですよね、うんうん、どうしても育てなくちゃいけないとか、はい、あと写真いっぱいちゃんと用意しなくちゃいけない、うん、人員確保それをやるためのっていうふうになってきたときに、今何ができるかってなったときにもうホームページはちゃんとあったわけなんですよ、はい、であればホームページの情報をちゃんと整理して、うん、で、そこから来た患者さんに対して、うん、これをやってるんだよというのをちゃんと分かるようにしてあげた方がいいよということでですね、それを作り直しをしたんですよ。例えばその料金をしっかり出してあげるとか、そういったところでもうとにかく可視化といったところですね。でそれ以外のところを実は全然やってないんですけれども、ただやっぱそれをしたことによってその欲しかったその患者さんこういう治療の人がすごく来てほしいっていうのがやっぱあったんですけども、それがやっぱすごくあの来るようになったというのでですね、最近ご報告いただいた事例があったりとかありますし、あとはそれこそリフォーム会社さんとか、まああのお話になってくるんですけども、ブログもそこ頑張ってるんですけども、まあそれこそその先ほどの求人のお話でちょっとあったように、うん、はい、実際どうなのっていうところって一番知りたいんですけど、うん、そうですね、リフォーム会社って、うん、まあ、当たり前ちゃ当たり前なんですけど、うん、ビフォーアフターしか載せないんですよ。なるほど。要はいいとこ通りなんですね、うん、なんですけど実際例えばですよ、自分のお家があってリフォームするってなったら、はい、変な人来たら嫌じゃないですか。そうですね。担当者ももちろんそうですし、うん、どういう施工どういう流れで進んでいくのか、写真である分にはそれはそれで分からなくはないんですけども、うん、じゃあそれ例えばキッチン変えました、うん、変えたキッチンってじゃあその間どこに行くのとか、ああなるほど、そういうのって実際やっぱやるとなると、はい、どこに廃棄するんだろうとか、その間どうしてるんだろう、うん、ご近所の大丈夫なんとか、うん、いろんなものって出てくるんですよ、うんうん、なので全部それ動画にしてくださいと、はい、いいので全部その工程を途中そのすごく早送りでビュッとまとめてるところもあるんですけども、うん、そういう形でですね、情報の可視化というところ、あ、それも可視化ですよね、はい、本当に動画でというところ、うん、であえて全工程を動画にしたんですよ、うんうんうん、そしたらそこ経由でお問い合わせめちゃくちゃ来るようになったという事例もあったりとかして、ね、いいですね、いいですね。そうなんですよ。で、うん、結局でもそれって最終的にその要は公式サイトですよね、はい、公式のホームページに行って、あ、ちゃんとこここれだけやっているところだから大丈夫だろうということでお問い合わせにつながってるんで、はいはい、うん、それが例えばインスタグラムだけだったとか、うん、あとチラシしかなかったとかっていうふうになってくると、はい、これもしかしたら架空の業者じゃないみたいな、そうですね、なってしまうわけじゃないですか。そうですね、そういう意味でもですね、やはりその安心感を与えるという一つの、うん、それも視覚的な情報ですよね、はい、あの見込み客にとっての、はい、なのでそういった活用をすることによっていろいろとうまくいっているという事例は、まあ、他にもいろいろあるんですけども、うん、あったりとかします。いや、全然ブログの専門家じゃないですね、やってることブログはもうやるんですけどね、もうブログの先行っちゃってるのでそういうことですよね。そういうことになりますね。これ何かね、やっぱりだから肩書きは来客メディアコンサルタントだから合ってるんだよな、これ。そういうことになるんです。なんでブログっていうのを消したんですよ。そうですよね、はい、そうですね、はい、だ僕も今日は紹介するのにやっぱりブログの専門家って紹介した方が分かりやすいのでなんですけど、やっぱりこう本当にお伝えしたいところはやっぱりその今みたいなね、このあのクライアントさんの、ね、悩みを聞いてちゃんとそこ の解決してあげるっていうね、そこの能力が本当に素晴らしいと思うので、ありがとうございます。
楽しいと思うんですよね。僕はやっぱこの仕事やっていて、うん、はい、一番何が楽しいっていうのは、そのいろんな業種の方いらっしゃるじゃないですか、はい、その業種の方と関わることによって、うん、その業界を知ることができるわけですよね、はい、うん、しかもその提供している側に立てるっていうのは、うんうん、やっぱり経験できないことなので、はい、それは僕の場合はありがたいことに、やっぱりいろんな業種の方がいらっしゃるので、うんうん、こうだったんだ、はい、こうだったんだっていろんなことを知れることによって、うん、好きな業界がもっと増えたりとか、はい、っていうところでですね、その自分一人だとできない仕事に、うん、そういう角度から参画させていただけれるっていうのがすごく役得だなと思っているので、うん、そこはすごくね恵まれてるなというふうに思います、はい、いや本当ですね。これはでもだから考え方によっては、もしかしたらブログ始めたのが最初あのホームページ制作っていうのでブログの流れに行ったと思うんですけど、もしかしたら違うことをやっていても今みたいになっていたかもしれないですね、きっと。可能性はあるかもしれないですね。そうなんですよね。分かりました。あとですね、今日はあとこの間先週聞きたかったのは、あの普段どんな生活してるんですか。事務所でほら一緒だとは言っても、はい、我々の事務所って結局別に、ね、朝何時に来なきゃいけないとか帰っちゃいけないとかないんで、何もないですね。勝手じゃないですか。だから、はい、お酒も置いてありますし、はい、そうですね、鍵をのの持ってますから ね好きな時に好きなだけ入れれますからね。そうですよね。そうですね。ブログどんな感じですか、朝とか。朝はでもさっきね、この間言ってましたけど、あ、日が上がったらもう、そうですね、朝日で目が覚めたら起きてなくちゃいけないゲームですね、うんうん、それをやってますけども、それ以外は本当にクライアントとのスケジュールによって基本的には僕の場合ずらすんですよ、はい、で特にやはり当たり前なんですけど、日中はクライアントの方々はその方々のお仕事されてますね、本業ですよね。そうです、本業やられてるので、うん、必然的に夜しか時間取れなくなったりとか、まあそうですよね、その公式サイトをいじろうと思ったらね、はい、そうなんですよ。なのでいろいろとご連絡来るのが夜に集中する時期とかもやっぱりあるので、はい、はい、そういう時は夜型にします。なるほど。でなるべく夜中の間にこっちの方で全部返事できるようにとかっていうので、うん、準備しておいてっていうのでやりますし、逆にそうじゃない時に関してはわりかし自分の中で何が決まってて何をやるのかっていうのが消化さえ自分の中でできれば自由にしてますね、はい、お休みとか決めてるんですか。お休みは僕の場合定休日は決めてないんですよ、はい、なんですけども結構そうなっちゃうとダラダラしてしまうっていうのがあるので、うんうん、週に2日だけ突発的にやっぱり、はい、今日ちょっと体調がなとかやっぱりあるじゃないですか。ありますね、うん、そういう時に2日だけ休みにしていいっていうルールは決めてます。ちなみにお休みの日はもう仕事しないんですか。ちょっと触っちゃうんですよね。でもね、ゼロは難しいですよね。難しいですね、生き方をしてると。そうですね、それやっぱ難しいなと思ったのが、はい、まあクライアントの方やっぱりありがたいこといっぱいいらっしゃるんですけども、はい、1日2日とか休み連続して取ると、はい、ものすごい数たまるんですよ。分かります。なんか100件ぐらい読まなくちゃいけなかったりとかして、はい、はい、まあ、そうなるとその休み明けの1日が、うん、その来てる問い合わせとかご相談を消化するための1日で終わってしまうっていうのがあって、はいはいはい、なかなかそうなるとどうしたものかなっていうのがあるので、はい、なんだかんだでその結局スマートフォンでちょっと見て返事できてしまうぐらいのものはちょこちょこっとしちゃったりっていうのがあるので、完全オフっていうのはそういう意味では現状ないかもしれないですね。そうですよね。まあ、なんでこんなことを聞くかというとですね、やっぱりこう、はい、こう一人で起業されてる方って、ね、どんな生活してるのかとかどういう感覚なのかって、ね、なかなか我々ってほらなんか要は異端児みたいなもので結局そうです ねだから別に、ね、夜中に起きてようが寝てようがなんか全然お互い気にしないですけど、はい、皆さんどんな感じなのかとかね、なんかあと仕事は、はい、なんですかね、まあ、収入を例えば売上とかそういった意味でですね、はい、でブログ今みたいにほらクライアントさんが、まあ、企業の方とかリアルの方だと、はい、これどんな風に仕事って受けるんですか。1本いくらとかなんかほら期間で見るのとかこう生き方として、ね、働き方としていろいろとありますけども、はい、もう価格を決めてしまうパターンがまず一つですね、はい、まあ、その時でも予算決まってるって時ですね、はいはい、あとは見積もりが欲しいからっていうので見積もりからお話しするケースもありますし、うん、はい、あとはそこの単発だったお仕事から、はい、ちょっとこれ継続してくれないかっていうところで継続の契約っていうのを一緒にその何をしてほしいのかとかそういうお話をした上でじゃあこの金額でっていうのでその月決めで契約っていうのをするケースもありますし、
あとはもう突発的にちょっとここお願いします、助けてくださいみたいな。あ、なるほど、そういうのもあるんです、はい、緊急で来てどうしましたっていうので、うん、じゃあちょっとこれ、うんうん、これで対応させてくださいとかっていうのでやったりとか、まあ、あとは顔も広いでしょうから、なんかこういうし、なんか例えば LP 作ってほしいんですけど誰か知ってる人いないとかね、そういう、そうですね、ありますよね、きっとね。そうですね、やっぱり業界的にやっぱりねつながってくるっていうところありますので、うん、紹介してほしいとかっていうのは来ますね。なるほど、なるほど。あの来客メディアコンサルタントになりたい人がいたとしたら何から始めたらいいですか、はい、何から始めるかですか、はい、そうですね、まずはですねキラーパスです、ね、自分のメディアを持つことですね。あ、はい、まず最初に自分のメディアを持つこと、うん、メディアっていうのは何でしょう。もう初めおすすめとしてはやっぱりブログないしはホームページというので、うん、僕もそれは僕もそう思います。情報はやっぱねアーカイブは残すべきなんですよ。僕もそう思います。で SNS すごくいいんですけれども、うん、あれアーカイブいつ消えるか分かんないのと、うん、あとはですねやっぱね追いにくいんですよ、うん、アーカイブ過去のものが、うんうん、例えば5年前のとかってなると、うん、すっごい読み込むの遅かったりとかして大変なんですよ、うんね、Facebook にしろ、はい、でそこまで実際見ようとは思わないので、うん、そういう意味でもですねそのホームページ、うん、ないしはブログっていうのは絶対持っておくっていうのと、あとはですねとにかくいろんな人に会うっていうのがいいかなと思います。あ、はいはい、会っていろんな人の悩み聞く、うん、で悩みを聞いて自分だったらどうできるかなとかどういう解決方法があるのかなっていうのをとにかく調べてみる、うんうん、で調べてった上で、うん、あこれ自分だったら今すぐ力になれそうだなとかっていうのがあればそれで提案してみる、あ、いいですね、っていうところからやっていくと結構広がっていくかなと思いますね、うん、これは別にこう来客メディアコンサルタントじゃなくても多分なんか今、はい、あのリアルで起業されてるあの、ね、リアル店舗やったり方もみんなそう同じですね。やっぱりねそのあのアップブログの本に書いてあるんですけど、こうあなたにとって夜も眠れないような悩みは何ですか。 ありますね。それをじゃあ解決してあげるにはこうですよってそれを提案してあげたらやっぱりそれはみんな